今日は灘高等学校柔道部 OB 会に行ってきて、子供たちの練習を見るとともに、ほんの少し練習して、あとは宴会懇親会をやってきた。柔道部後輩の柔道説明も聞いてきた。柔道だけをやっている人は中央線、中心線と言ったら分かっていなかった。柔道だけをやっている人はお互いに襟や袖をつかむ。襟や袖は相手の中心線上にない、左右にある。だから左右を握る。また相手もこちらの中心線を握ってこない、左右の袖や肘を握る。そうなったら何か大きく手を広げて丸太を抱えているような感じで、中心線が全く空いている。したがって柔道だけでやっている人は相手の中心線を攻めることもなく、相手に中心線を攻められることもない。したがって中心線はノーケア、空いている。したがって柔道だけをやっている人は中心線、中心線と攻めていけばよい。ただ攻めていくにしても、胸なんか腹なんか正拳でついても一発で倒れるということはあんまりない。これは極真の自由組手を見ていてもよくわかるが、まあ彼らはよく鍛えていると言うても、胸や腹に打撃を食ろうとも平気である。多分柔道部の柔道をやっている人も胸や腹に打撃を食ろうとも平気である。したがって一撃で倒すためには胸や腹はダメ。まず顔の急所、目、下の急所、筋的、これが中心でなかったらいかん。顔にはたくさんの急所があるが、よく効く急所とよく効かない急所がある。したがって一撃でこれを倒すのはよく効く急所でなかったらいけないが、まあその代表的なものとして目を考えておれば、柔道だけをやっている人の突撃的な全身を止めるには、まあ目と筋的しかない。もうちょっと勉強すればいろいろあるんだが、あまり勉強していない人にとっては目と筋的が代表的な急所である。したがって柔道だけやっている人の攻め方は
中心線に向かって攻撃を収集すると、いうことと、案外高いところの攻撃は受けられるかもわからないけれども、地理的に対する攻撃はこれを防御することが非常に彼らの措置は難しいんだろうと思う。したがって柔道だけをやっている人は中心線を攻める、中心線の顔と近敵を攻める、特にあんまり誘いをかけるということについてもどうやらそういうことはないらしいんで、誘いをかけて先手必勝で主導権を握ることが柔道だけをやっているタイプの武道家にはいいんではないかなと思う。とにかく胸の打撃や腹の打撃は相手は負担ない、何倍やっても当てさせて前へ来る、最後には掴まれるということになる。掴まれないようにするためには自分が相手を握ったらあかん、相手も握り返す、あくまでちょっと維新要求武道と比べたら柔道の方の前が遠いようなんで、近いようなんで、その間合いの差を利用してできたら一撃で、あかなかったら二撃三撃で崩しながら攻撃する。まあ、中心線が中央線がない、考えていないということから言うて、いろんな攻め方を思いつくだろうと思っている。空手でも剣道でも何なさでも素早く中心線があるものと考え、中央線があるものと考え、それを前提として相手と立ち向かう必要があるけれども、中には武芸達者がいて案外そういう問題を提起しても勉強していない人に提起してもちょっと無駄も起きることになると思う。